広島から来た辻と申します。よろしくお願いします。それでは USB 接続デバイスを用いたシンセサイザーの開発について発表したいと思います。本システムをシンセサイザー部とデータ信号処理部の2つに分けて構成しました。シンセサイザー部は現物データ社の USB 接続デバイス MSBLS-IO30 から5つの PWM 信号と制御信号が出力され、これらの信号は USB オーディオインターフェースを介してコンピューターで制御されます。データ信号処理部はポート0の PWM 信号とデジタルスクロール出力ポートの制御信号をカスタム社の USB オーディオインターフェース US32 を介してコンピューターに取り込まれた PWM 信号はデータ信号処理されて、再び USB オーディオインターフェース US32 を介して出力されます。制御信号はデータ信号処理部のフィルターとエフェクターを制御するために用いられました。ポート1からポート4の PWM 信号とポート0のデータ信号処理された PWM 信号はマルチチャンネルアンプを増幅してスピーカーから再生されます。USB 接続デバイス USBMSIO30 は PWM 信号出力できる5つのポートがあり、マイクロソフト社の Visual Basic 2010 Express で導入可能なダイナミックリンクライブラリーが用意されており、予定プログラムは容易に作成することができます。演奏方法としてポート01には各ランダムモード、エレフォーモード及び門状態により演奏を行います。ポート34は各リズモードと門状態により演奏を行います。ランダムモード123はランダム信号とエレフォーによる変調信号を用いて演奏します。ランダム信号は各モードごとに周波数と電圧の演算方法が異なります。よって異なる音色がします。エレフォーモードはエレフォーによる変調信号を用いて演奏を行います。ポート3のリズムモード1は16ステップを基本とした4拍子のリズム信号を用いて演奏を行います。ポート4のリズムモード2は12ステップを基本とした3拍子のリズム信号を用いて演奏を行います。ポート3とポート4はシンセサイザーのシーケンサーで変拍子を考慮したリズムパターンが自動計算されます。各演奏方法による出力信号の周波数分析を行いました。出力信号をサンプリング周波数 44.1kHz、直線量子化16ビットでデジタル化して、自己回帰係数が48時のブルグ法によりパワースペクトルを求めました。1フレーム100ミリセックのオーディオデータを20ミリセックシフトしながらデータを更新して、周波数分析を30秒間行いました。次に各演奏方法による出力信号の時間の経過とパワースペクトルを表示したいと思います。ランダムモード1の時間波形です。ランダムモード1の周波数分析になります。ランダムモード2の時間波形になります。ランダムモード2の周波数分析です。マイク、はい、ランダムモード3の時間波形になります。ランダムモード3の周波数分析です。すみません、マイク入ってますか？マイクの。L4 モードの時間波形になります。L4 モードの周波数分析になります。リズモード1の時間波形になります。リズモード1の周波数分析になります。リズモード2の時間波形になります。リズモード2の周波数分析です。シンセサイザー部は音源制御シーケンサーデータの表示、シーケンサーデータの編集からなります。音源制御はランダム信号とリズム信号をマウスなどにより手動で制御できます。シーケンサーはコンピューターにより演奏データの作成と実行、ランダム信号の制御、リズム信号の制御、L4 による変調信号の制御、およびエンバロープジェネレーターの制御を行います。
シーケンサーデータの表示は各ポートの詳細な演奏情報を表示することができます。演奏データの編集は演奏方法の種類とエンベロープの種類が編集できます。次スクリーンショットなんですけど、音源制御のスクリーンショットになります。シーケンサーのスクリーンショットです。シーケンサーデータの表示のスクリーンショットになります。シーケンサーデータの編集のスクリーンショットです。シーケンサーは演奏者がコンピューターに演奏データを計算させるための計算方法が設定できます。これにより演奏データを計算して実行します。計算したデータは保存読み込みが可能ですが、ランダム信号の演奏データは保存できません。ここでいう計算方法では、各演奏方法を用いて、自動的に演奏データを作成する自動作曲方法を意味します。計算方法ミックスはポート012において、各ランダムモードと L4モードによる演奏方法を計算します。計算方法ランダムはポート012において各ランダムモードによる演奏方法を計算します。計算方法 L4 はポート012において L4 モードによる演奏方法を計算します。計算方法サイレンスは全てのポートにおいて文状態になります。計算方法ミックス&サイレンスはポート012においてランダムモード、各ランダムモード、L5 モード、および無音状態による演奏方法を計算します。計算方法、ランダム&サイレンスはポート012において各ランダムモードと無音状態による演奏方法を計算します。計算方法、L4&サイレンスはポート012において L5 モードと無音状態による演奏方法を計算します。計算方法リズム&サイレンスはポート34において各リズムモードと無音状態による演奏方法を計算します。計算方法リズム1はポート34において各リズムモードによる演奏方法を計算します。実際に演奏方法を計算したデータを示します。計算方法はミックス&サイレンスです。ポート34のエンベロープジェネレーターはオフになっております。ポート012は0が L4 モード、1が各ランダムモード、2が無音状態です。ポート34は1が各リズムモード、0が無音状態です。ポート012のエンベロープジェネレーターはオンになっており、各エンベロープが設定されています。ポート012においてランダム信号と L4 による変調信号の周波数と電圧の設定はビジュアルベーシック2010エクスプレスのコントロールの一つであるタイマーを用いて設定します。ランダム信号はそれぞれ周波数を設定するタイマーのスピードを変更することができ、L4 による変調信号は周波数と電圧の設定をするタイマーのスピードを変更することができます。この時、周波数と電圧の値は同時に設定されます。これにより音色を変化させることができます。さらに、ポート012において、音色に変化を与えるため、周波数変化を行うことができ、7種類の周波数変化を行うことができます。USB 接続デバイス、USBFSI530 から出力される PWM 信号は、磁識により周波数分解能が低いため、12音階に変換することができません。エンベロープジェネーターは、5種類のエンベロープを磁識により設定することができます。E が0のときは方形窓、E が1のときは0度から90度、E が2のときは90度から、E が2のときは90度から0度の、E が1のときは0度から90度のサイン関数で、E が2のときは90度から0度のサイン関数、E が3のときは0度から90度、90度から0度のサイン関数になり、E が4のときは90度から0度、0度から90度のサイン関数になります。シーケンサーの演奏最小区間である1ステップを1000ミリセットとして規則的に演奏できるほかに、1ステップの時間をランダムに変化させて演奏することができ、例えばシーケンサーの演奏時刻である6000ミリセットから12000ミリセットの区間を1ステップを500ミリセットにして演奏することが可能です。ここではランダムにステップの時間を変化させることをランダムステップと呼ぶことにします。ただし、ビジュアルベーシックのコントロールであるタイマーはあまり正確ではないため、タイマーの設定時間を目安として考えてください。
ランダムステップによる演奏を各コードごとに異なるランダムステップで演奏でき、各コードのランダムステップが同じ場合と異なる場合の演奏の時間間隔の並び方の例を図に示します。図で表される番号は同期の時の演奏の時間間隔の順番を表し、この間のランダムステップの時間は一定です。図より非同期の場合は全てのコードで演奏の時間間隔が一つずつずれていき、臨床のような形式をとります。また各コードごとに同期と非同期の選択が可能です。ここで表される演奏の時間間隔は、各演奏方法が演奏される時間間隔は異なります。USB 接続デバイス USBFSIO30 から PWM 信号と制御信号をそれぞれ一つずつ USB オーディオインターフェース US32 を用いてコンピューターに取り込み、データ信号処理を行います。データ信号処理された PWM 信号は USB オーディオインターフェース US322 を介して出力されます。これらの処理をペアデータを用いて作成しました。制御信号をデータ信号処理部に入力して、各フィルターのオンとバイパスの切り替え、各エフェクターのオンとオフの切り替えを行います。オートゼロの演奏方法であるランダムモード1とエレフォーモードが発生するたびに、パルス信号が USB 接続デバイス USBFSIO30 から出力されるようになっています。実際にスタジオで本システムを稼働させた写真を示します。 USB 接続デバイス USBFSIO30 から出力される4つの PWM 信号を6入力6出力可能なアンプに入力します。 USB 接続デバイス USBFSIO30 からポート0の PWM 信号とデジタル入出力ポートの制御信号を USB オーディオインターフェース US322 を介してコンピューターに入力し、コンピューターでデジタル信号処理された PWM 信号を USB オーディオインターフェース US322 を介して同じアンプに入力しました。アンプからの出力信号は5つのスピーカーで再生しました。スピーカーは下方から情報の音が鳴るように床に設置しました。さらにポート123C を再生する4つのスピーカーは正方形を描くように角に配置し、直径 10.6cm、高さ 100cm の塩化ビニールパイプをスピーカーの上に装着しました。塩化ビニールパイプを、塩化ビニールパイプにより固有振動を発生させ、 PWM 信号に効果音を付加することができます。オートゼロを再生するスピーカーはその重心に配置しました。下方から情報に向け音を再生し、左右前後とその重心にスピーカーを配置することにより臨場感ある音場を再生することができました。演奏の動画を少しですが見てください。計算方向はミックス&サイレンス、ポート013が同期、ポート24が非同期のランダムステップにしています。エンベロープジェネレーターは012、ポート012がオン、ポート34がオフになっております。
システムを用いることによりユニークな演奏方法と音響構成を生み出す可能性があり、今後演奏データの作成とデジタル信号処理の再検討を行ってみたいと思います。できれば将来的には、概要を簡略化したオーディオシステムとしての検討もできれば行ってみたいと考えております。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この発表が18分、19分でしたので、質疑応答を高めにやってよろしくお願いいたします。お願いします。素人の質問で本当に申し訳ないんですけども、一番根本のところは分からないんですが、はい、この USB SIO30 というチップを開発なさったということなんですか。USB この PIC っていう通称マイクロコントローラーっていうのは、ケームズネット社っていう会社が開発した基盤でありまして、それを私が購入して端子をつなげて。ということは、はい、既成 のそのようなもののために作られていないチップを、シンセサイザー電子楽器として使うことを私は考えたんです。そういうことです。そういう感じです。はい、わかります。はい、すみません。はい、あ、お願いします。すみません、2点ご質問させていただきたいんですけど、はい、1点すみません、ちょっと私もちょっと理解不足だったんですけど、サイレンスの機能がある場合とない場合で、あるいはどのくらい処理が変わるものなんでしょうか。もし無音状態がなかったら全てのことが垂れ流しになっていますから、はい、情報量が多すぎて、はい、音が、なんていうんですかね、表現が、表現能力が低くなるというか、構成的に音部分を取り込むと、はい、情報シーケンスのパターンとして、キューとして扱われるってことですかね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。すみません、もう一点質問なんですけど、割と先ほどのデモ演奏を聞いたときよりパッチワーク的に切り張りされた感を感じたんですけど、あれをもうちょっと本当になんかその場で即興演奏してるような感じでもできたりするんでしょうか。今の方が割とひどくで、なんですかね、エンベロープがあまりかかってないのかな。そのエンベロープのかけ方によってはこう、はあ、流れがこう、テーブルから持ち上がってきて、はあ、そのユーザーの作り方によって、はあ、変化は変わると思います。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。このシンセサイザーは、はい、いきなりその構成がこうだって、どういうものかは丁寧に書いたんですけども、はい、一級ですので、今までのがどういう特徴で、そこのこういうところを私は不満に思って作り直すとか、なんかそういう疑惑が欲しいんですけども、このシンセサイザーの売りというか特徴は、さっきの作品聞けば分かるだろうってことはないかもしれませんけど、言葉で言うと、どういうことを、一番処理してるんですか。そうですね、批判されるかもしれないですけど、これノイズミュージックじゃないかって言われるかもしれないですけど、ランダム信号でランダム乱数を用いて信号をランダムに構成して作る音楽というか、よろしいですか。いえ、私は何も批評も何もしてなくて、分からないからまず聞いてですね、はい、ノイズミュージックはそれはそれで一つのジャンルといえばですね、オーストラリアされた分野ですから、それをいろいろ言っているのではなくて、じゃあここで出てくるノイズは、はい、私はその PW よりつって、はい、パウスの、はい、幅が違う変調ですよね、はい、で パルスの音っていうのはみんな知ってると今広域がきつい、はい、永久に伸びてるような信号ですよね、はいはい、だからそれをどうその PD かなんかで料理するかっていうのは一つの腕かと思いますけど、はい、同じそのパルス系の音でも、はい、このウイルスっていうのが幅が違う信号と PWM なんですよね、はい、でこれはどういう聴感上聞こえは普通のパルスと違ってどうで、そしてそれをこのエフェクトでどういうふうに調理するから特徴的だということを言葉では言えますかという、そういう質問です。あ、はい、デューティヒーですね。デューティヒーの幅を見させるとどういう音色が、まあ、それはもうでも1個聞かせていただければよかったんですけど、今の最終作品ですから、はい、よろしいの処理が入ってるじゃないですか、はい、そしたらほぼ我々のおなじみのいろんなリバーブとかディレイが入ってるってことですよね、はい、そうするとそこでこう調整、まあ、してしまうというよりは下から音になるってことでしょうけど、はい、要するに PWM でしたっけ、はい、PWM を使うからこその
特徴とかありますかね。あ、もうちょっと調べて、あの、つまりなぜそれを選んだかっていう、うん、ここにありますよ。つまりそこに利用できる、チップがあったからっていうのはそれが理由かもしれませんし、まず第一にこの USBFSIO30 が、ビジュアルベーシックでコーディング可能なんで非常に記述しやすいっていうのが手軽さっていうのが一点ありまして、あとある信号をランダムに変化させると結構面白かったんで、この演算方法をいろいろ考えて作ってみたら結果的にこうなってるっていうか、あと L4 モードの方も周期的には進歩させるんですけど、それをランダムに早くしてみたり遅くしてみたりすると結構面白いことが出たんで。いや、質問じゃ変えますと、はい、私は PWM があまりサウンド知らないことを、まあ、恥ずかしいながら披露しちゃうと、はい、ここを入力をですね、普通のパルスコール、パルスで、はい、パルスじゃないです、パルスでもいいんですけど、合計ですね、はい、固定調のパルスでやった場合ではこんな音は出ないと思われる、はい、どうかどうかは知らない。電圧に絞って言いますと、電圧のこう1から 100% まで変えると、あの音の出る厚みとか出るがやっぱ変わってくるんで、いや普通の歩形ですね、はいはい、同じ幅の、はいはい、そう重機比がいくつか、はいはい、それと比べると、はい、こちらの方が音色が音色が豊かですか、はいはい、はい、そうですね、わかりました。あと5分です。あと10分時間ありますので、はい、例えばこれを今コンピューター側で、PWM の出力信号をコンピューターに入力してコンピューター側で、DSP やってますけれども、はい、例えばこれをアナログなシンセサイザーに、まあ いわゆるエフェクターであるとか、はい、ああいうのに突っ込んでみるっていうことは、突っ込んでみました。状態変数フィルターを使ってちょっとやってみたんですけど、あんまり、まあ、確かにパルスの信号の音色変わるんですけど、あんまり僕私的にはあんまりうまくいかなかったというか、あんまりこう納得いくような、例えば乗算機を使ってバケツやってみたりとかやってたんですけど、あまり、そうですね、結果的にこう周波数変換とかタイマースピードを変えることの変えるのが一番最善の策じゃないかなっていう、今のところそういう気がするようなんですけど。なるほど。せっかくそのこの FSIO30 ですか、はい、から、アナログのパルスが出てるわけですから、はい、それをなんかこうアナログ的に処理すると、いわゆるコンピューター側で、実現できないことっていうのができるんじゃないかなっていうのが私のこの原稿を見てて、読んでて期待してたことで、もしあれでしたら、そのいわゆるシンセサイザーの方で、アナログシンセサイザーの方の、制御とかって、昔のアナログシンセサイザーの制御って確かパルスとかでできてましたよね。実は最初音源制御 のスクリーンショットありましたけど、そこのみで、こういうコントローラーやってたんですけど、こういうコントローラーを作ってみて、はい、それで音楽をちょっと作ってみようかなってやってみたんですけど、やっぱり人間の手を使うとやっぱり限界ありますよね。こう2本しかないんで、それでシーケンサーを作ってみようっていう。昔の要するにMIDIが出てくる前 のアナログシンセサイザーのシーケンス機能とかをこれで制御できたら非常に面白いなっていうのは私が考えたところですね。あ、どうもありがとうございます。はい、はい、あと2分後だけ、はい、あ、ごめんなさい、パルスウィキスモジュレーションスペキなので、これ自体はそのアナログシンセで、非常によくある機能があるんですね。パルスの分岐比を LFO でコントロールするということですよね。はい、で、通常のシステムだと、そのパルスウィキスモジュレーションだけをですね、マルチに使って、ポートの4つ分のポートですよね、エンケースのマークで送るとか、はい、これは
たくなるかもしれないけども、それだけを4つ出してるのを見たことがある。これは面白いのかなとは思いました。あ、それとあと、オーディオインターフェースに、ポート0でした。ポート0の信号だけは入るようになってます。はいはい、でこれはそれだけ戻して、コンピューターでまたそれをこう、セクターをかけるんですか？ピアデータでデータ信号処理して、それをもう一遍進む。つまり、1チャンネルだけは、そうです。そのエフェクターをかけるためにコンピューターを制御する。そういうことなんですね。はいはい、でそれをまた、4チャンネルのどれかから出力するという。4チャンネル、怖くなっちゃいますよね。4チャンネル、ポート1からポート4は、そのままパルス信号を出すんですけど、ポート0だけはもう一遍コンピューターに取り込んで、出力はどこからするんですか？出力はどこからするんですか？USB、ごめんなさい、タスカムの US322 から出力出す。そのままそれをアウトして、じゃあ別の系統から最初に、処理して出力出してアウトに入れます。なるほど、はい、じゃあ先ほど見せていただいたデモ演奏は、はい、確かスピーカーが5つでした、はい、そのうちの1つはじゃあそういうふうに、真ん中 の、 あの低いスピーカーがそれだクリアデータが処理した信号です。あ、はい、バッテリー増えてきた。聞かせていただいた音響は、はい、個人的には面白いと思うのもいくつかあってですね、例えばあのジョン・ケージの、昔ハープシコードとアルゴリスあのアルゴリスコンクスの作品あるので、ファンデーション音響パートが非常によく似てるなとか、音としては面白いなと思う部分がたくさんあったんですけど、はい、ただやっぱそのパルスウィルスモデーション自体は、はい、もう非常にあの昔からあのアルゴリス時代から本当にあるシステムですよね、その音自体の、はい、なので、既存のものとここが違うだけでもう少し明確にあるとやっぱりあのもっとシステムとして興味深いものになるのかなという話しました。あの、勉強します。ありがとうございました。本編としては面白い。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。パスマグビアの勉強で私はご飯を通じて実にご発表ありがとうございます。それでは皆様、これで発表を終わらせていただきたいと思います。拍手をお願いいたします。後半ですけれども、15時から開始させていただきたいと思います。いや、30分もったら、ちょっと10分浮かせていただきます。30分取りますか？ええ、せっかくです。はい、じゃあ30分の休憩とさせていただきます。今オンタイムなんですか？であ、10分10分遅れてるんですよね。はい、15時10分から、はい、すいません、後半の発表をさせていただきます。15時10分にまたお願いいただきます。